東京都道四百三十号新宿停車場前線、東京都道四百三十号新宿停車場前線、東京都道四百三十5新宿停車場前線は、東京都新宿区四ツ谷四丁目から同区西新宿一丁目に、至る特例都道である。かつてはほぼ全線が新宿通りであったが、二千三年、平成十五年に、東京都道三百二号新宿両国線、 安国通りを経営する経路に変更されて以降、単独区間は順次、新宿区道に降格し、2013年、平成25年4月時点で単独区間は新宿通りの終点部分を残すのみである。いずれも2012年4月1日現在、本校では四つ谷四丁大目交差点から新宿駅に至る道路の路線認定に関する事項を中心に期する。 沿線地域も含めた新宿通りの歴史については、新宿通り歴史を参照。歴史的には、四谷四丁大目交差点、四谷大木湖から新宿三丁大目交差点、新宿追い分までは、江戸時代の五街道の一つである、甲州街道、新宿三丁大目交差点から、新宿駅までは、かつての大目街道を踏襲する。1873年。 明治六年河口道路修築規則に従い、公州街道は全国の大経脈を通する一等道路、大梅街道は各部の経路を大経脈に接続する脇、王冠枝道である二等道路の指定を受けた。1875年、明治八年には道路等級が改正され、公州街道は国道、大梅街道は家庭剣道の指定を受け、道路の修繕には、 地方税から支弁された。1885年、明治18年の国道表において、甲州街道は、国道16号の指定を受ける。1920年、大正9年4月1日、同日施行の旧道路法に基づき、かつての甲州街道は、国道8号、大梅街道は、府県道2号、東京大梅線の認定を受け、これに加え、 府県道116号四ツ谷新宿停車場線。起点。東京市四ツ谷区。終点。豊玉国淀橋町新宿停車場線。経一、府県道、第2号路線。豊玉国淀橋町と。府県道181号淀橋新宿停車場線。起点。豊玉国淀橋、終点。豊玉国淀橋町新宿停車場。経一、府県道、第2号路線。 豊玉郡ヨ淀バ市長が認定された。府県道2号、東京大目線は、1921年、大正10年の新宿大ガード開通に伴い、現在の新宿駅東口を右に折れ、新宿大ガードを経て、現在の新都心歩道強化交差点に至る経路に変更された。1950年、昭和25年時点の道路路線図では、 府県道116号四ツ谷新宿停車場線は、府県道2号の木の国屋書店本店付近から南下して、甲州街道と交差し、現在の新宿四丁目南交差点付近で、現在の明治通り合流する経路、府県道181号淀橋新宿、停車場線は、現在の新都心歩道強化交差点付近から旧、大梅街道の筋を踏襲して、 スノハズガード、1927年、昭和2年4月完成をくぐり、新宿駅東口で、府県道2号に合する経路をとっている。1952年、昭和27年12月1日、新道路法の施行に伴い国道8号は一級国道20号となり、上記府県道はそのまま、東京都道とみなされた道路法施行法3条。1961年、 昭和三十六年三月十五日に都道が整理され、東京都道十七号、起点、東京都新宿区新宿町三丁目一国二十号交点、終点、新宿区津のはず三丁目東京所沢線交点と、東京都道十八号、起点、新宿歌舞伎町東京所沢線交点、終点、新宿区新宿町四丁目芝、新宿王子線交点が、 道路法89条に基づく特例都道の路線認定を受けた。17号は新宿3丁目交差点で国道20号から分かれ、新宿駅東口を直進して歩行者専用の歩道共通のはずガードをくぐり現在の歩道強化交差点付近で主要地方道、東京所沢線に至る経路。18号は新宿大ガード東交差点から南下して、 新宿駅前を経由して新宿4丁目、南交差点で、芝新宿王子線、明治通りに合流する経路とされた。1965年、昭和40年4月1日、都道の再整理に伴い、17号と18号は、統合の上、新宿停車場前線、整理番号430に改められたが、18号の、内新宿駅東口から南下して明治通りに、 イタリー部分は、道路区域に編入されず、新宿区に移管された。1969年、昭和44年5月24日には、新宿駅、東口駅前広場を道路区域に編入。1991年、平成3年12月21日に、国道20号新宿予園トンネルが開通したことに、伴い、1993年、 平成5年3月31日、四谷四丁目新宿三丁目間が国道20号の指定を外れ、新宿停車場前線の支点が新宿三丁目から四谷四丁目に改められて、上記国道20号の旧道区間が都道の道路区域に編入され、改めて路線認定を受けた。この時点で東京都道430号、 新宿停車場前線は四ツ谷四丁目から新宿三丁目、新宿駅東口、角はずガードを経て、西新宿一丁目、新宿西口春空、東京都道414号四ツ谷津のはず線交点に至る区間、本線、新宿駅東口から新宿大ガード東交差点に至る区間、支線に、新宿東口駅前広場を加えた路線となった。 2000年、平成12年、地方自治法改正に伴い、東京都と特別区の間で策定された、特制度改革実施大綱において、特別区の権限拡大が規定され、一つの区内で完結し、道路法7条1項の一般都道のよう満たさない、特例都道を都から特別区に移管する方針が決まり、新宿区内で完結する本路線も移管対象に挙げられた。 都と新宿区の接衝の中で四谷四丁目から新宿駅東口交差点の区間の移管に、つい合意に達し、残る区間については都による整備が住み次第新宿区に移管されることになった。この合意に基づき、2003年、平成15年3月11日、四谷四丁目交差点から東京都道418号北品川四谷、外苑西通り、 東京都道302号新宿両国線、東京都道東京所沢線、東京都道5号新宿大目線庁用、安国通りを経て、歌舞伎町1丁目に至る経路が都道430号の道路区域に編入され、上規格路線との庁舎区間なり、四谷4丁目歌舞伎町1丁目間は、新宿通り経由のルートと、外苑西通り安国通り経由のルートの副経路となった。 同年3月31日には四谷四丁目から新宿通りを経て新宿駅東口交差点に至る本線部分について道路区域が廃止され新宿区に移管された2年後の2005年平成17年3月31日には西新宿一丁目地内の新宿西口春区前東京都道414号四谷津の外線専店から 終点の新宿西口春区東京都道414号四つ八のは線交点に至る区間の道区域が廃止され、新宿区に移管された。さらに、2013年、平成25年4月1日には、新宿東口北側から、津のガードを経て、西新宿一丁目新宿西口春区前に至る区間の細路地についても、道路区域が廃止され、 新宿区に移管された。この結果、2013年4月現在、2003年以前の新宿通り経由の本路線の本線は、ほとんどの区間が都道の道路区域から外れて新宿区に移管され、単独区間は新宿駅東口交差点から新宿大ガード東交差点までの短い区間、かつての支線と新宿駅、東口駅前広場のみとなっている。 単独区間について記載、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。